武訓練とは、新末に小敷をして、学校を起こした武訓の生涯を描いた、中国の白黒映画。1950年制作。毛沢東が批判運動を引き起こして、社会に大きな議論を巻き起こした、中華人民共和国最初の上演禁止映画である。1948年、南京の中国電英製編章が制作を開始したが、 11月に撮影は停止してしまったため、1949年2月に、上海の混乱影業講師が制作権を買い取り、1950年12月に完成した。1951年2月21日、周恩来、ご京募、首都倉中国共産党の幹部が干渉した。反応は概ね好評で、首都区は監督の孫悠の手を取って、 教育意義は大きいと称賛した。こうしてこの年北京、天津、上海で公開された。武訓伝が公開されると数ヶ月の間に各地の新聞で200編を超える称賛の文章が載り、武訓ブームが起こった。一部の新聞には武訓は模範とするに足らずという文章が掲載されたが、州恩来や首都区は肯定的な態度を取り続けた。5月20日、 毛沢東は人民日報に武訓練をブルジョワジーの改良主義であるとする批判を自ら執筆した。これにより武訓練に対する批判が巻き起こり、7月までに人民日報204編の公明日報には34編の文解法には104編の批判文章が掲載された。7月27日と28日に人民日報には 武勲歴史調査団による4万5千字に及ぶ武勲歴史調査記を掲載した。武勲歴史調査記には後世も関わっており、後世は山東省に出発する調査団に対し、毛沢東の言葉として、武勲本人は重要ではない。死んでから数十年経っている。武勲の学校も重要ではない。幾多の変遷を経て、現在は人民の学校となっている。重要なのは、 共産党員がこのような改良主義に対して賛美するべきか反対するべきかの問題であると述べた。この後、監督の尊悠や主演の長短をはじめとする映画関係者数十人が自己批判を迫られた。文化大革命後、故郷木を中心として評価の見直しが進められ、1985年9月6日の人民日報で再評価がなされた。2005年、 上海で行われた超短生短90周年回顧展で55年ぶりに上演された。ありがとうございます。